いつもより新春スペシャル、スーパーわかりやすくお伝えするために、お二人を呼びしました。フルネームで自己紹介よろしくお願いします。はい、デジモノステーション編集長の八島光輝でございます。明けましておめでとうございます。そして、デジモノステーション副編集長、石森祐介です。いやー、よろしくお願いします。どうも。フルネーム教えてくれ、教えてくれっていうメールが全く来なくてね。残念ですね。ここは一つ自分から言ってみようと。はい。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、スマホ Now。スマホ Now、はい。ということなんですが、今日はね、もうね、何の大会っていうぐらいね、なんか、揃ってるんですよ、もう目の前に。ずらーっと、これ何機種お持ちいただいてるんですか、これ。今日はですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、9機種。すごい。もっと出てるんですけど。そこはねえのかよ。もっと出てるんですけど、選抜して持ってきました、おすすめ。そっか、もう、相当出てるんですね。うん、そうですね。そうですね。全部で今20ぐらい？そうですね。うん、もう本当に昔、去年、頭より考えられないぐらい出ますね。確かに去年の頭なんかも全然なかったかも。まあ、ぶっちゃけだからまあ iPhone しか選択肢がないぐらいな感じだったんですよ。ですよね。でしたよね。だからあんなに急いであの年末の電気屋さんは売り場の位置変えてたのかな、なんか。なんかね。かもしんないですね。あれなんかちょっと違くねっつって。そっか。なるほど。はい。じゃあこれどうしましょうか。そうですね。とりあえずですね、まあ、iPhone、基本的にまあ皆さんよくご存知だと思うんですけど、ね、まあこれは素晴らしい、スマートフォンだと思います。はい。ただ、まあ、弱点としてですね、うん、まあ、フラッシュっていうウェブサイトによく使われてるのが見れないですとか、なるほど。あとワンセグが見れない。はい。あとはお財布携帯ですよね。確かに。うん。使えないっていう、まあ、人によってはまあちょっと弱点かなというところありますんで。ありますね。あとはまあどうしてもソフトバンクじゃなくて au です、ドコモですっていう人は変えたくないっていう人のために、うん。俺みたいな。はい。あともう一個弱点ありますよね。iPhone。ん、何すか？ソフトバンク、お膝元のあの、福岡ドーム。あの付近熱波入りません。おぉ。あの付近のテレビ局の地下とかも全然入りません。もうスタッフがもうなんか、楽屋の角に、もしもし、あれもしもし、あれみたいな。ずっとやってますから。そこを孫さんね。そうですよね。電波を強くするって言ってますからね。それをちょっとやってくれたら、もう最強度も上がっていくんじゃないかと言われてるんですが、他？はい。そこちょっとピックアップしていきましょうよ。うん、もう俺とかスーさんなんか変えたくてうずうずしてますから。うん、はい。なんでまあ、キャリア切りと言いますか、通信会社切りで。あ、なるほど。はい。紹介させていただこうかなと。いいね、まずはじゃあ、どこから行きましょうか。はい。じゃあ、NTT ドコモから行きましょう。待ってた。はい。じゃあ、まずの中では、やっぱり、こうなんかおすすめ、そうっすね。一番おすすめというと、僕の中で実は二つありまして、一つは皆さんご存知、サムスン製のギャラクシー S。ギャラクシー。はい。これ以前紹介させていただいたんですね。そうですね。しばらくね、店頭で品切れを起こしてですね、買えないっていうお客さんも結構いたと思うんですけど、そうですよ。ええ。年末のスペシャルの時にメールが来て、はい、その言葉を信じて、ギャラクシー買って、すぐ、もう予約しといて、買って、で、ツイッター上で私、ギャラクシー買うみたいにして、仲間でもみんなでギャラクシー揃えて、それでラジコで今聞いてますみたいな。はいはいはい。来てまして。早速、成果出してますから。女性ですか？女性ですね。確かに女性でもぴったりな、これ薄くて、軽い。そう。そして、動きがサクサク早いんですね。うん、それ綺麗ですよね。ただし、こちらはですね、いわゆる、まあ、日本のですね、フューチャーフォンと言われている、はい、機能、ワンセグですとか、はい、お財布携帯、その機能はついてないんですよ。なので、それが欲しいよっていう人のために、実は私、個人的に、ドコモをずっと使ってまして、はい、変えてみたんですけども、レグザフォン。レグザフォン。はい。うちのヘアメイクの愛ちゃんが買いに行ったらなかったと思ってました。なかった。はい。はい、これもなかなか今買えないんですよ。はい。らしいですね。で、これはまあ、ポイントも全部入りで、全部入りで、防水。防水出ました。はい、お風呂でね、ジップロック使わなくていいっていう、もう、これはでかいですよね。若干ね、大きくて重たいんですが。ちょっと触ってみてもいいですか？それを補ってあまりある。高性能。ああ、確か、まあ、でもそんななんか、重っていうほどではないけど、他のと比べると。うん、ちょっと重いですね。でもなんか、重いっていうよりは、まあ、なんか重厚感と捉えると、はい、触り心地もいいし。画面はやっぱりレグザ。はい。綺麗。はい。ワンセグも綺麗にする機能もついております。レグザだけに。はぁ。ちなみにお値段。お値段はまあ大体3万から5万の間ぐらいで推移してますね。今って大体スマートフォンってそんな感じですかね。そうですね。大体3万円から5万円から、まあもうちょっと上がるともう6、7万円あるんですけども、うん、結構
値段的には普通の携帯よりもちょっと安いぐらいなんですよね。うん、そっか、そうだわ。そうなんですよ。で、ぶっちゃけ iPhone だと今、いくらぐらいだっけ？いえ、最初もう0円からももちろん買えますし。うんうん、一応まあ24分割なんで、だいたい6万弱ぐらい。そうですね。うん、そうだったわ。これ考えると意外と、ね、安いんですよ、スマートフォンって、はい。確かにね。そうだ、忘れてた。携帯今そうだわ。俺1万9000で止まってた。そうだ、話ですか、それ。心の中で止めてたわ。そうだよね。そうするとやっぱ、いいなぁ。なるほど。他には何かありますか？はい。ちょっとですね、これはまあネタと言ったら変なんですけども、はい、面白い機能がついてるのを持ってきました。何でしょうか？シャープのですね、リンクスというのがありまして、はい、これドコモなんですけども、うん、ラガン 3D です。メガネとかかけなくても 3D で見える。はい。はい、あのメガネいりません。うわぁ、さすが、シャープ。目の付けどころがシャープ。はい。これは今なんかアニメ見せてもらってるんですか？はい。映画のサンプルが入っておりますが。おー。あ、これ 3D だわ。高い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 。アニメちょっといいですね、これね。そうですね、アニメとかあとゲームは向いてると思いますので、非常に。はい。写真とかも 3D になったりするんですか？撮影したものを 3D にする機能がついてるスマートフォンもあります。あ、すっげえ、はい、文字すっげえ来た、今。すごい来る。へぇー。あの、画面が、そのなんか、解像度っていうんですか、はい、それはやっぱ 3D にした分ちょっと落ちてるような。若干落ちますね。うん、気がするけど、はい、これま、うんあの、まあ、飛び道具にはもう持ってこいですよね。持ってこいですね。はい。俺 3D、つって、はい。で、友達の写真とか撮ってあげたらいいんじゃないですか、これ、はい。なるほど。これはその 3D 分高くなってたりとかするんですか？いや、基本的には普通のスマートフォンと変わらず。はい、マジ的には。はい。マジだ。しかもま、人気もシャープなんで、ドコモのずっとシャープ使ってる人で。あ、そっか。そうなんですよ。携帯変えたくないな、みたいな人もいるじゃないですか。そっか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 。で、そこで、あの、シャープのスマートフォンが投入ってことで。うん。3D 魚っていうアプリがあります。ポケットの中の水族館みたいな。水族館やないかーいっていう。もう2011年とは思えないこと言ってしまいました。取り消してほしい。まあなんで、3D 大好きな方はぜひちょっと選択肢の一つに加えていただければ。ですね。あと色、あの、ちょっと紫でこれかっこいいし、持ってきていただいたのが、うん、紫でかっこいいし、今 3D 魚開いちゃいました。泡がポコポコ出てます。はい。なるほど。はい、そしてじゃあ。まあ以上が、NTT ドコモですね。はい。まあ、僕、ここからちょっとも気が楽になりました。はい、次、じゃあソフトバンク。はい、ソフトバンク行ってみましょうか。まあ、逆にですね、これはまあ、iPhone 選ばない理由をちゃんと言わないと、なかなかしんどいですよね。そうですよね、うん。わざわざ iPhone じゃない、ソフトバンクのスマートフォンにする。何なんでしょうか、うん、そのやっぱり、お財布携帯とか、はい、そういうところで渋ってる人みたいな。そうですね。うーん。なんで今回お持ちしたのが、まずですね、この、うん、HTC デザイア。HTC デザイア。はい。これかっこいい。はい。HTC ってブランドなんですか？台湾のですね、携帯電話メーカーの名前です。へぇー、はい。これかっこいいです。はい、ちょっとiPhone より横に広いけど、うん、なんか、シャレた色してます。なんか、こう、レクサスみたいな色してますよ。確かに確かに。高級感ありますよね。うん、おります、おります。いいですよね、うん。かっこいい。これは、Android OS の 2.2 というのを採用しているので、はい基本的にフルフラッシュといいますか、あの、フラッシュがすべて、見れるようになって、4.3 型の大きな液晶でですんで、ウェブブラウジングで最適なスマートフォンですかね。なるほど。はい、いや、これかっこいいですね。はい、ていうか、なんか大体かっこいいね、やっぱり。そりゃそうか。今じゃね、うん。かっこいいのにしないと、だって、この競争じゃ勝てないですね。いや、勝てないですね、うん。あ、これもいいですね。そして、続いて、はい、先ほどの続きです。またシャープのですね、うん端末で、ラガン 3D のガラパゴス。シャープめっちゃラガン 3D をしてきますね、はい。はい、こちらなんとインターフェースまで 3D です。うわ、ほんとだ最初の待ち受けがもう。何それあの、ロック外すモードとかあるじゃないですか。はあ、あれから 3D ですね。あ、ほんとだメールの2件来てる2がすんげえ飛び出してる。これなんか絵文字とかは、まさか、違うよな。やめてよ。そこはやめてよ。そこは普通で。普通普通、イエアップね。これ全部 3D やったらちょっと。全部飛び込みますね、うん。ちょっときついですよね。あ、でも本当だ。すごい。これ軽いですね。軽いですね。大きさもやっぱ、はい、iPhone 結構近いかな、うん。でもやっぱこうやって並べてみると iPhone って小さくて薄いんだなっていうのがわかります。そうですね、はい。なるほど。はい。なるほど。そして、そしてそして。そして、iPhone を選ばない理由。何ですかこの PSP みたいな。はい。何ですかこの PSP みたいな。裏に、おなじみのデルという幕が入ってると思いますね。安いパソコンでおなじみのデル。はい。大抵の会社はデルだっていう言われてる。はい、これ、電話なんですか？はい。スマートフォンです。マジだこれなんかみんなにお伝えすると、
なんていうんですか、大きさ的に。ですかね。まあ、PSP。まあ、言えてますよね、PSP はね。はい。うん、だから触ってると本当にゲームやってるみたいですもんね。いや、本当に画面な、これなんつったらいいのかな、飛行機の前についてる画面ぐらいの、はい、勢いですよね。そうですね。はい。すげえな。5.0 型の液晶です。5だ。5です。20型のテレビ使ってる人はもう4分の1。わかりない。ちょっとだから一応電話もできます。電話してたらウケる感じ。実力派の社員の電卓ぐらいの大きさありますよね。はい、はい。顔の半分ぐらいの大きさがありますね。ありますね。はい、あります。でもやっぱこれデールだから、それなりの安さでお提供って感じなんですか？いや、ところがですね、うん、これ実は今買おうとしますとですね、うん、だいたい9万3000円ぐらいするんです。デールなのに高い。はい。それだけすごいってことなんですよ。なるほど。はい、機能もうぶっ込んでるわけですね。はい。この小さくて薄い板の中にぶっ込んでるって感じなんで。すごいっすね。はい、前、紹介してもらったギャラクシータブレットあるじゃないですか。はい、あれよりは小さい。小さいですね、うん。なんか中間って感じですね。これだからもう、目立ちたい人。はい。そうですね、目立ちたい人、動画とかちゃんと見たい人、ガンガン行きたい人はいいんじゃないでしょうか。まあ、なんでまあ、スマートフォンというよりは、まあ、二代目 PC というか、サブ PC みたいな感じで使っていただくのがいいんじゃないのかなと。なるほど。はい、値段もそうですもんね。はい、じゃあお待たせしました、au。au。はい。ケリリアードユーザーの皆さん、お待たせしました。お待たせしました。まあ、言わずもがな、これもなかなか今買えない状況だと思いますけども、IS03。さっきスーさんが曲かけてた、はい、CM でおなじみの、これですね。はい、これはどんな特徴があるんですかね。これはまあ基本的にですね、まあレグザフォンとかと一緒なんですけども、ああ、まあ全部入りですね。はい。ワンセグ、お財布携帯全部入っております。なるほど。俺ね、今気づいたけどね、全機種ね、電源の位置が分かりにくい。なんかボタンがそれぞれ違うから。そうなんですよね。電源これかなと思うと、カメラのシャッターっていうのがちょっと多いですね。上についてるものが多いかなと思ったら横についてたりとか。今上押してみたらなんかゴムでした。アンテナ、あります。はい。ちょっと今恥ずかしかったです。なるほど。これはもう説明するまでもねえかっていうぐらい。そうですね。まあ完成度が高いですし、はい。まあまだ KDDI さんの方がですね、はい、あまりラインナップが多く出てないので、はい、今選ぶとするとこれかなと。はい。で、来月2月になりますと、先ほどドコモで説明したレグザフォンの、はい、まあ、au 版が出るんで、はい、それも選択肢に入ってくるとは思うんですけども。なるほど。はい、全部入り防水が入ってきますんで。わかりました。はい。じゃあもうね、何ちょっとそんな3つの、3大キャリアだけの話してみたいな人もいると思うんで、他なんかおすすめみたいなのがあったら、ぜひとも教えてもらえたら嬉しいなと思うんですけど。はい、あるんですよ。これじゃあ石森から言ってみようかな。はい。はい、e モバイルというメーカー、キャリアがありまして、はい、そこから、まあ、ポケット Wi-Fi とかで有名なんですけども、うん、そこからですね、HTC アリアっていうのが出まして。かっけえ。で、ものがですね、すごい、多分、グルバさん触っていただけると、うん、質感がすごいいいのと。すげえいいですね、これね。サイズがね、うん、小さくてちょうどいいんですよ。最小じゃないですか、これ。はい、ね。だからなんか下手したら、さっき紹介したの画面とかより全然ちっちゃいっていうか。ちっちゃくても、機能はもう十分乗っていて、はい。しかも、テザリング機能っていうのが。テザリング機能？はい。これがですね、さっき言ったポケット Wi-Fi のように、はい。このスマートフォンで、Wi-Fi ルーターみたいになるんですね。なるほど。これを使って他の機器が通信できるようになるんです。なるほど。これいいですね。はい、っていうか、名刺入れぐらいですね。そうですね。そうですね。ね、はい、ちょうど、うん。手のひらにすっぽりという感じで。かっこいいわ。俺これがいいな。うん、でも、そっか、e モバイルだと、もしかして、番号とか全部変わっちゃう感じですか？そうですね。できないんですよ。ふぅ。携帯電話だとね、ナンバーポータビリティと言いまして、番号を変えないで、はい、通信会社変えられるんですけど、はい、e モバイルはできないんですよ。なんだよ。うん、これがいいのに。結局、あれですよね。もう悩むみたいな感じですよね。でもやっぱそうなってくると iPhone ってなっちゃうのかな、なんかいろいろ悩んで。でもこれは変えたいぐらいかっこいいんですけどね。そっか。なるほど。でもそのポケット Wi-Fi になるっていうのは強いんだよな。そうなんですよね。そこそこ持ち歩いてる方とか、それこそまああれですよね。Wi-Fi の iPad とか持ち歩いてる方。そうなんですよ。俺みたいなやつね、これなんだよな。買っちゃおうかな、これ。ちょっと悩むな。ちょっと、悩もうかな。はい。悩んでこうかな。でもこれ、決めきれないときはどうしたらいいですかね、やっぱり。決めきれないとき。でも、ドコモユーザーですよね、クレバさん。そうですね。ギャラクシーじゃないですか？やっぱり。リスナーと一緒に。だってスイカで電車乗らないですもんね。乗らないですね。俺ぐらいになってくると乗らないですね。いらないですもんね。8年ぐらい乗ってないですよね、電車ね。
新幹線しか乗ったことないですね。はい、なるほど、わかりました、はい。でもそれでも迷った時はデジモンステーション見ようかな。そうですね。はい。最新、もう、がっちり特集されてるんでしょうか、はい。去年12月の25日に出ました、はい、2月号の方でですね。はい。それこそまあちょっと関係しますけど、電子書籍と、うん、スマートフォン割と大きく扱ってますので。なるほど。はい。コンビニで売っておりますので、ぜひ。それデジタル版のライトの方にはしっかり書いてあるんですか？デジタル版あるじゃないですか。じゃあ、はい、マガストアで。はい、はい。あっちの方にも載ってますか？載ってます。俺じゃあそっちで買おう。はい。知ってる？マガストア。うん、なんか買えるんですよ。そっちで俺もチェックしてみたいと思います。はい、じゃあ、はい、今日は、編集長、はい、八島幸喜さん、はい、そして副編集長石森祐介さん、はい、お二人お招きしました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ぜひとも聞いてみてください。クレバがお送りしています、カヨラジペディア。今夜は新春2時間丸ごとウサギでいいですかっていうか、もうやってますそのテーマでやってます。皆さんの意見をいただいております。ポーターはメガネさんでーす。メールを紹介してみようというか、あれですよね、ちょっと結構 T シャツほんといっぱいあるんで、抽選ちょっと言っときますか。またね、一発二発入れときましょうか。じゃ、ちょっともう、引いてみます？メガネさん。ちょっと、この、大量の中から一枚。じゃあ、いきますね。うん。これを、ぴょん。はい。いいですねー。いいですねー。発表します。ラジオネーム、リンチュー、おめでとうございまーす。クレペディア、来年もたくさん聞きます。ラジペディアですよ。ラジペディアという番組やっております。じゃあ、これ T シャツお願いします。ラジオネ、じゃあメール紹介してみたいと思います。ラジオネーム、ラビラビ。クレバさん、こんばんは。こんばんは。私は、ウサギがきっかけで、当時付き合っていた彼氏と別れたことがあります。なんでしょう。ウサギに寝取られたんですか、これ。成功のウサギに。やめよう。グルメな彼が予約してくれたフレンチレストランで、ウサギのフィレステーキが出てきたんです。おー。彼は美味しそうに食べていましたが、私はどうしても食べることができず、彼とは一生を共にする人ではないと思いました。別れた理由はそれだけではないんですけどね。大きなきっかけとなりました。うん、うん、うんって感じ？そっか。納豆にソースだみたいな感じなのかな、イメージ的には。ありえないみたいな。でも俺もまあ、ウサギのステーキは食べた、あります？食べたこと。俺の、スーさんある？あ、あるかも。うん。カエルギリっすね。なんかそれ系のやつだと。カエルがギリで、ウサギは食べたことないけど、それが分かれるでまあ人によってはね、まあ好き嫌いというか、もしかしたらすげえウサギに思い入れとか、あったのかもしれないですからね。それがきっかけになる。そういうこともあるんでしょう。ラジパッドあげますから、それにうさぎは食べないでねって書いて、うさぎは食べないでほしいぴょんって言って彼に貼ってあげてください。こんな感じのメール来ております。はい。クレバさん、先ほどは、神奈川県の横浜にあるうさぎカフェを紹介したんですけれども、はい。東京の中野にはですね、子うさぎカフェっていうものがあるんです。それはチワワ屋とワンパクチワワ屋みたいな、なんか、ウサギ、はい、楽しみです。はい。中野にいる子ウサギさんとはどんなものなのでしょうか。こちらにも行ってみました。はい。入ってみたいと思います。いらっしゃいませ。いっぱいいますね、店員さんね。こちらがウサギのカフェ。はい。ヨコカフェやつやで。こちら、今店員さん、子ウサギさんが4名。いらっしゃるということで、はい、はい、ここはどういうあれなんですかね、お店なんですか。子ウサギたちがママザギの言うことも聞かないでカフェバーを開いたんですけど、そういうお店ですね。カフェバーを開いたんですけど、これはあれなんですか、みんなウサギだけしかいないんですか。そうですね、ウサギさんしかいないですね。ウサギ、子ウサギだらけです。みんなが子ウサギさんっていうことなんですか。そうですね、はい。なかなかメガネちゃんの甘い声出ませんね。じゃあ、何名ぐらいいらっしゃるんですか。コウサギ全員で17人。17羽。人って言っちゃってるじゃん。17羽ですね。こちらにその全員貼られて。はい、そうですね。在籍の写真になっております。見せてもらってもいいですか、はい、なんか月に帰省中でござるよっていう方いらっしゃいますか。はい。かぐやちゃんって言うんですけど、はい、月の方に今、帰省中ですね。ちょっとお正月の
準備で。あ、まさに落ち着きなんですね。そうですね。なるほど。はい。子ウサギになる時のポイントみたいなのって何かあるんですか？そうですね。私は結構あの飲み物とかにおまじないをかけるのが得意なんですよ。へえ。はい。リズムに合わせて一緒にやってもらえたら嬉しいんですけど。はい、はい。じゃあ、はい、両手でハートを作ってもらって。はい。あ、お願いします。そんなやついるのかな？一緒に。はい。せーの。おいしくなれ、ぴょんぴょんビーム。はい、これで、おいしくなったと思います。そうなんです。はい、うん。あ、アイスティーおいしいです。アイスティー、アイスティーおいしいです。どこの外国人の方ですか？はい、元気になれる。アイスティーおいしいです。思います。はい。コウサギが注入されます、はい、はい。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。はい、あとは制服のポイントで言うと、あれですかね。あの、ニーハイソックスっていうのを履いてて、はい、あの、絶対領域を出して、はい。絶対領域っていうのはあれなんですか？と、靴下の上の切れたところとスカートの間になりますね。はい。あ、この黄金のバランスがあるんですね。そうですね、はい。なんかこう皆さんの子ウサギさん見てたら本当可愛らしくて、なんか私も子ウサギの仲間入りしたいなってちょっと思えてきたんですけど、ちょっとどうすれば子ウサギになれますかね。まずコスプレをしていただいて、この制服を着てウサギ耳をつけてウサギになりきっていただければ、メガネちゃんも立派な、めっちゃ着てはりますやん。思います、姉さん。姉さん、お貸しいたしますので、ちょっと子ウサギを体験してみてください。めっちゃめちゃ着てはりますやん。はい。姉さん。借りてきちゃいました。ピンクに白のフリフリですやん。そうですね。あの、首にもなんかついてるじゃないですか。このチョーカーがポイントだということで。わお、ちょっと絶対領域、もう、絶対領域。あんじゃない、ちょっと。ちょっとあります。ちょっと。あ、わかりますか、メガネさん、はい。ちょっと絶対領域が。ちょっと、ちょっと、ちょっと。はい。なんかね、なんで、こんな日なのに、ペンギンの柄のコートをがっちり着込んでんだろうと思ってたんですよ。なんかちょっともっと番組盛り上げていってほしいなと、一緒にね、これ終わった後反省会かなと思ってたんですけど。はい。来ましたね。そうですね、あの。がっちり来ましたね。これはですね、一応あの、中野のピアチェーレっていうところの子ウサギカフェ&パーなんですけれども、こちらでは、うん、まあ、この制服特注だそうで、はいはい、これにあの、ウサギ耳のカチューシャをつけて、はぁ。17羽のウサギさんがいらっしゃるということです。まあ、何でもいいかったんだよ、多分ね。あの、尻尾ついてないですか、ぴょんみたいな。これは、そうですね。こっちはついてないですね、尻尾は。ついてないんですけど、そうなんです。はい。その、なんかその、勝手にカフェをオープンしてしまったってくだり、あのくだり何だったんですか？ノウサギの。子ウサギがママウサギに内緒で勝手にカフェを開いちゃったっていうコンセプト。ママウサギは岡本夏樹さんですか？ではないと思います。そうですか。よかった。あ、っていうか、あの、ナイスファイト。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ていうか、なんか乗り気じゃねえんだなと思って、うん、なんか、ペッて、唾でも吐くんじゃないかと思って、コウサギたちに。心配したんですけど、よかったです。はい。ノリノリです。うん、最終的にここに落ち着いてくれてよかったです。はい。安心しました。はい。それでは、ちょっとほんとさっ